アルレッティは、フランスのクールブボア出身のモデル、女優、歌手。本名レオニー・マリア・ジュリア・バティア。プート・トゥ・ユノイ・ディス・バルビエ専門学校で教育を受けた。あと、軍需工場で助行として、働くもすぐに辞めて、即帰といった秘書の仕事やモデルを経て、1919年から、キャプシーヌ劇場で初舞台を踏み、女優として活動をスタート。リップのレビューを経て、 芝谷オペラの上演に参加し、舞台で高い評価を得た後、1930年に映画界に進出。映画出演の傍ら、舞台も1936年にミシェル・シモンと共演したコメディー、FRIC フラクで大成功を収めた。映画は1935年、ジャック・フェデーのミモザカンを経て、1938年の北ホテルで、 マルセル・カルネ作品に初出演。その後は都市マナにしか出せない、あでやかさで40代になって、ようやくスター女優として活躍。1942年の悪魔が夜来るの出演後の、1945年の天井さじきの人々で、ジャンルイバローを扮する、主人公バチストが思いを寄せる、女芸人ガランスを演じ、名声を確立、映画史に残る存在となった。 パリ解放後は戦時中にドイツ軍将校の愛人であったことから、体読協力の容疑で一時拘束され、天井さじきの人々の風切りにも呼ばれなかったが、やがて権威が晴れて芸能活動を再開、彼女の人気は落ちることがなかった。ダルクール公爵夫人のアントワネットと同性愛関係にあったことも知られている。1949年にスクリーン復帰。 また1962年には唯一のアメリカ映画となった史上最大の作戦に出演。舞台ではテネシー・ウィリアムズ原作の欲望という名の電車のフランス版でブランチ役を演じるなど、その後も映画と舞台に活躍していたが、1964年から事故が元で視力を失い始め、1966年ぐれには完全に失明し、 女優業の引退を余儀なくされた。しかし、それでもその美しい声を望まれて、後年は数本の映画のナレーションを務め、ラジオ番組にも出演して、健在ぶりを示した。1982年に、セザール賞特別賞を受賞、1992年に要去った。ドキュメンタリーとして1983年と1988年に制作され、 また彼女の功績を称え、アルレッティ賞も創設された。自伝として、女優、アルレッティ、天井桟敷のミューズがある。ちなみに、芸名のアルレッティは、彼女の両親の記事近くを舞台とするモーパスさんの、モンティオリアルのヒロインの名前から命名したもの。ありがとうございます。